サウジさん、どうかビバラは取らないでください。ローマは今夏、移籍市場で存在感を示すサウジアラビアによるアルゼンチン代表 FW パウロ・ディバラの引き抜きを警戒している。イタリアシコリエレ・デロ・スポルトが27日、伝えている。今夏の移籍市場において、注目を集めているサウジマネー。ローマでは、アルアハリから DF レオナルド・スピナッツォーラに対する熱視線が注がれている。そんな中、爆買いを続けるサウジアラビアからの関心はディバラに対しても向けられ始めているとされ、ローマは潤沢な資金を持つサウジアラビアの脅威に戦々恐々としている。昨夏にユベントスとの契約を満了し、ローマへフリーで移籍したディバラ。アルゼンチン代表 FW が当時、ジョゼ・モーリーニョ監督のチームと結んだ契約には7月末まで有効な契約解除条項が付帯されているが、この違約金がかなり低く設定されており、何でも買うサウジアラビアを前にローマは心配し始めているようだ。ディバラの違約金は、セリエ A のクラブであれば2000万ユーロ約31億円、イタリア国外のクラブであれば1200万ユーロ約19億円に設定されており、買い手がこの金額さえ支払えばローマはディバラを放出せざるを得ない。イタリア紙はサウジの人々にとって郊外のバールのコーヒー1杯に等しい感覚だろうと皮肉が述べられた。最終節においても決定力を示して来シーズンのヨーロッパリーグ EL 出場権の確保に貢献したカンピオーネ王者の対談を、当然ながらローマは望んでいないとのこと。しかし、移籍か残留かは全てディバラ本人の意向次第となるようだ。ディバラはローマに、イタリアに愛着があるからプレミアやリーガには行かないと思うが、サウジの爆買いは次元が違う話だから可能性はあると思う。俺みたいな庶民でもいきなり給与1億言われたらどこへでも行く。あれだけロマニスタに愛されて自分をチームの中心に据えてもらったら移籍しないでしょ。これだけの規模のクラブでなかなかそんなことないから居心地はいいはず。ベンゼマ、ブロゾ、クリバリ、ティエク、ネベス、フィルミーノなんかもサウジ行く可能性高いみたいだし、普通にあり得る話よな。ローマは CL 権取れなかったのが痛い。間もなく30歳とはいえディバラがこの金額は安いと思うわ。サウジじゃなくても国外オファーはあるんじゃない？ローマで心機一転のびのびとプレイできてるし、多分移籍しないと思う。さすがにキャリアのいい時にライバルの少ないリーグに多額の報酬目当てで行くことはないっしょ。アルゼンチン選手は案外、お金に釣られないイメージ。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。